こんばんは、ゴロです。今日もサクッと髭剃ってきます。まず、いつものようにプレッシャーですね。よく出します。今日はね、昨日、一昨日とねバタバタっとちょっとまたいろいろと品物が届いたんで、その中からちょっと深くいこうかなと思ってます。アメリカのアルチザンブランドですね。前からねちょっと気になってるメーカーがあって、そこのやつをねちょっと買ってみました。ですね、今日使うソープこれです。チゼルドフェイス、まあもうどのぐらいでしょう、数年経つブランドだとは思うんですけど、前からねすごい気になっててね、ついに手に入れました。今日使ってみる香りはね、サンタポーラっていう、名前がついてる香りだろう、オレンジの香りなんですけど、まあまだこれ使ってないんですよ実は。うん、いい香り。こうね、結構ね柔らかいんですね。セミハードというか、まあ触ってこんだけもうねこんな感じに柔らかいので、こういうソープは僕はね指ですくいます。こう指ですくえるぐらいなんで、指でねこうすくって、今日使うボールね、シェーブボールのこう底にこう塗ってね、これでラザリングしていきます。ちょっとここも見えるように置きましょうか、ね、こんな感じかな、光ってないから、ね、まあいろんな香りあったんですけど、まあいろんなバーバーショップ系というか、なんか男っぽいねいろいろあったんですけど、僕やっぱねシトラスすごい好きなん で名前もねサンタポーラって、まあこれカリフォルニアのブランドなんですけど、ブラシはこいつ使ってきます。ね、イタリアのねゼニスっていうね、ブラシメーカーなんですけど、そこのね、シルバーチップ、まあシルバーチップっつってもまあどうなんでしょうこれ、うん、ツーバンドって感じで結構ねコシがあるシルバーチップですね。今10分ぐらいソークしてました。ここのソープ良さそうですよ。もう成分も見てねちょっと気になったのがね、まあタローベースなんですけど、あ、タロー、まあハイブリッドね、タローとあれが入ってます、マンゴーバター、アボカドも入ってたかな、うん、アボカドとね、アボカドオイルとねマンゴーバターが入ってるんですよ。マンゴーオイル、マンゴーバター、うん、それでねすごい気になっててね、でどんな香り買おうなんて思ってたんですけど、結局ねこれにしました。とりあえずねこれ一つだけ試しに使ってみようかなと思ってね。オレンジのサンタポーラっつうのはあれですよね、あのカリフォルニアベンチュラといえばね、僕まあ今日もこれパタゴニアのフリース着てますけど、まあパタゴニア大好き人間なんで僕、うん、パタゴニアね、ベンチュラといえばね、パタゴニアといえばベンチュラね、カリフォルニアベンチュラ、そんなんでね、ベンチュラの街ですよねサンタポーラ。しかもこうシトラスで有名な町ですね。去年なんか山火事かなんかありましたね、うん、その後どうなんでしょう、山火事があってなんか大規模な山火事があった場所ですけど、わ、いい泡だ、すごいクリーミー、こんな感じ、結構いい泡ですよ。香りがね、表記としてあるのはね、うん、プチグレインビターオレンジ、それとセージですね、セージの葉。まあいいですよ。要はね、
プチグレインっていうのはあれです、みかんだとか、まあ柑橘系の、何、収穫された後の葉っぱとか小枝からで作るアロマオイルなんですよね、プチグレインっていうのは。結構ね、肌にいいね、オイルとしてね、有名なエッセンシャルオイルというか、そういうアロマオイルというか、そういうものなんです。それが一番頭にきてますね。だからサンダルウッドだとかシダーウッドだとかをまず入れないウッド系、もうほんとシトラスのウッドですよ。そういうウッド系だから、本当にね、柑橘とかね、なんかそういう香りよりもやっぱウッディなんですよ。ウッディなんだけど、そういうウッドだから、もう柑橘好きに、シトラス好きにはたまらない。たまらないと思います。あ、今吸い込んじゃった。たまらない香りですよ、そういうウッド系。それにセージね、セージの葉、ちょっとスパイシーに。やっぱね、ちょっと火を通すようなね、オレンジを火を通すような料理、オレンジソースなんかね、お肉とかにかけるような、オレンジソースなんか作るときに、ちょっとね、セージの葉入れるとね、いい感じのスパイシー、合いますよね、オレンジとセージっていうのもね、もうまさにそんな香り。だから、いわゆるよくあるシェービングソープの香りのね、そういうシダーウッドとかサンダルウッドが使われてないウッド系としてね、あ、これいいなぁなんて思ってね、それでね、買ってみました。すごいいいですね。結構僕好みですこれ。サンダルウッドだとかシダーウッドの香りがちょっとそこまで、なんかサンダルウッド香らしたくねえなっていう、そういう人にはおすすめだと思います。これすごいいい香り。石鹸としての成分もこれ良さそうですよ、この感じ。そんでもって、レーザーはこいつ使っていきます。メルクールのスラントで、これ久しく使ってないんでこいつ使っていきます。久々に使います。ブレードはこれです、ダービーのブラックね、プレミアム。これはダービーのグリーン、あの辺とは全然違う反り味ですよ。ダービーがこれも最近ですよね、去年一昨年ぐらいですか、リリースされたのね、ダービーからね、シャープなんですよこれがね。ダービーといえばマイルドのブレードですけど、これシャープなんですよ結構。だからちょっとね、スラントに合わせてね、ちょっとシャープを楽しもうかなって。ダービーらしからぬ反り味ですよこれ、結構好き。スウェーデン香なんですよ、このダービーのブラック。いやー、気持ちいいな、これ。ちょっとだからね、ペルソナに似てます。ペルソナのイスラエルレッドに似てますね、ソリ味的には。それよりもちょっと、多分ね、薄いと思うんですよ。だから結構、こういうね、マイルド寄りな滑らかな反り味だから、スラントに相性いいですね。単純にマイルドなレーザーよりもね、多少こうこのダービーのブレードの薄さを感じられるっていう、なおかつマイルドじゃないや、なおかつそう、マイルドっぽい。スラントに相性いいですね。やっと見つけた、このダービーブラックの、相性のいいレーザー。そう、この間、スラント使ってみて、思いました。あ、これダービー良さそう、ダービーのブラック良さそうだなって言ったら、バッチリですね。
だから結構ダービーのこのブラックは僕シングルよく使うんです。シングルだとね、自然とこう遮光した、もう普通にね、ああいうストレートレーザー使う時っていうのは僕はやっぱ遮光運動自然とやりますんで。その時のね、反り味がね、結構気に入ってたんで、スラントに合うだろうなと思ったらバッチリですね。気持ちいい。いい感じ。いいですね、これね、チゼルドフェイス。どうしても香りに気持ち寄っちゃいますけど、石鹸としての成分良さそうですよ、これ。マンゴーバターいいですよね。マンゴーバターは本当肌にいいですよ。紫外線の美肌だっけ、シミとかね、そばかすだとか、あれの原因になる B 波をカットしてくれる成分が入ってるんですよね、マンゴーバターって。だ肌にすごくいいですよ。いいソープだ。 ビブラックいいな。やっぱこう思った通りだわ。遮光で使うとね、気持ちいいそれ味するのをシングルでね、よく分かってたんで。でね、ダービーブラックって大概多分どこのショップでもそうだと思うんですけど、値段安いんですよ。ダービーと同じような価格帯なの。一応グレードとしてはダービーの中ではいいグレードとしてリリースされてるんですけど、大概ね、値段一緒のはずなんで、グリーンと。だからシャープ系で安いブレードを探してる人にはね、一度このダービーのブラックをおすすめしますよ。値段安いんだけど、こんだけシャープだったらね、すごくいいと思う。まあただレザー選ぶと思いますけどね。結構乾かない。乾かない、乾かない。いいかもしれない。いいですね。ちょこっとしか取ってないんだけど、たっぷりラザー取れてますしね。でね、今日使ってるこのゼニスってブラシ、これもね、結構ね、いいですよ。安い。でね、ちょっと一見ね、ハンドルとかのデザイン見るとね、ちょっと、まあ実際手に取ってもそうです。実際そんなね、ハンドルそんなによくないんですよ。デザインというか、作りというかね。だけど、ノットが素晴らしい。だから値段安いんですよ。でね、結構、そう、ワンランク上のノット使ってるなっていうところがあるんで、すごくいいですよ。ゼニス。取り扱いあるショップ少ないですけどね。とてもいいですね。僕もちょっと、ぶた毛も出てますしね。これ、バジャーいいですね。これもノット24ミリ以上ありますからね。値段が安い、そんで。いいラザーだな、でも。
ちょっと今気がついたんだけど、ライト。ね、暗かった。そっとって暗い、見えねえなと思ったら。うん。いや、バッチリだ。うん、ブレードとレーザーの相性バッチリ。ぜひスラントというか、このメルクルのスラント持ってる人、まあ他のスラントは僕は知らないからあれですけど、メルクルのスラント持ってる人、一度ぜひね、ダービーブラックセットしてみてください。これいいわ。ダービーのね、程よい薄さのペラッとした感じとね、鋭さがね、ダービーらしからぬ鋭さがね、このスラントレーザーにバッチリ合ってますね。うん、気持ちいい。うん、やっぱメルクルは甘いね、すり味が。結構ね、ダービーブラック結構シャープですよ。レーザーによっちゃね、シングルなんかで使っててもね、ちょっと破格間違えるとね、この薄さがね、ちょっとひげに曲げた時にね、破格がぐらついてね、肌側に破格が向いちゃった時はね、結構引っ掛ける一番の危険の要素なんですけど、セーフティーレーザーだったらね、まずそのひげに、破格が曲げるってことはまずないので、その前にね、うまくこうひげを逃がしてくれるんですけど、これは程よくシャープなんで、うん、逃げながらも逸れてくれるんでね。でスラントでしょ、遮光してるでしょ、もう普通に直線的にストロークしてもバッチリですよ、相性。そこのスラントっていうのはストレートっていうか、シャーベットでうまく剃った時の剃り味に似てますね。うん、ほぼ OK だな。この辺だけだろう。ちょっとね、今お湯というか水を足したんですけど、うん、まあこんだけラザー残ってんだからラザーつけてもいいんだけど、うん、
いい滑りですよ。今日はでもいろんな要素がぴったり噛み合ってますね。適当に、まあ適当に合わせてるっちゃ適当に組み合わせてるんですけど、今日の組み合わせはちょっとこれベストマット結構いい感じに合ってますね、全てが今のところ。いろんなのをね組み合わせるとこういう楽しみもありますね。当然だから、これ使えばよかったな、あれ使えばよかったなみたいなのもあるんですけど、こうやってねドッピシャにはまるとそれはそれで気持ちいいですね。楽しい、シェービングが楽しいっていうね。OK です、これは気持ちいいわ。チゼルドフェイスね、これで洗顔していきましょう。いや、いい泡だ。そう、前から気になってたのこれ。こうやったら他の香りもちょっと今度頼んでみようかな。いいですね、香りのセンスがいいな、ネーミングとね。香りのセンスがいい。ここにねシダーウッドとかねサンダルウッドを入れないところがいい。まあね、香りの名前がねもうサンタポーラってもうほんとシトラスの町のね、有名なシトラスの町の名前つけちゃうぐらいですから、かえって余計なことしなかったでしょうね。このプチグレイン入れたところっつうのがね素晴らしい。でそれだけじゃなくてちょっとねセージ、ビターオレンジとセージ、セージですよ、セージの葉でねちょっとスパイシーな感じになってね、化粧品としては文句ないですね、香りを楽しめる。ほんとね、僕もうみかんとかね、レモンなんかもねもうバリバリ食っちゃうぐらいねシトラス好きなんでね、もう香りとしてもちょっとこうか。いやすごいな、これものすごいラザーがいっぱい取れました。今日そんな大して作ってないんだけどな。いい、この洗い心地もいい。プチグレインの香りいいですね、ほんとなんかウッディなんだけど、ほんとなんか目つぶってるとねそういう果樹園にいるみたい。結構キュッとしますね。新しいの下ろそうかな、これちょっとちっちゃくて使いにくくなっちゃった、やっぱり抱えちゃって。新しいの下ろそうかな、今度またかけた。やっぱね気泡が安物だから気泡が入ってるんですね、かけやすくなっちゃう、小さくなると。これこういうことなんだろうな、やっぱ安いやつは使っていくうちにっつってもね、やっぱ安いっつってもね200-300円ですからね。僕これ1年ぐらい使いましたからね十分。そろそろ新しいのを下ろしてもいいかもしれないな。小さいとね、なんか持ってて不安定。気持ちいい。ダビーブラックハマった、ハマりましたね、スランと。で今日はこの同じサンタポーラのチゼルドフェイスのアフターシェーブ
こいつ使います。これね、ウィッチヘーゼルが入ってるみたいな。アルコールウィッチヘーゼル。アロエってきてますね、順番ではね。でね、カレンデュラオイル。うん。いいですよ。だから、あ、メンソールもちょっと入ってるんだ。ちょっとね、開けます。使い始めいいですね。色もね、なんかこんな色してんの。おめそ。あ、こっちのがなんか爽やかな香りする、葉っぱっぽい。ああ、いい香りだ。なんか似てんな。ああ、いい。オレンジだ、オレンジ。ほんと。これはいいわ。これ、シトラス好きたまんないかも。シトラス好きっていうか、オレンジ好きの人たまんないかもしれないですね。ああ、いい。気に入った。程よくカレンデュラオイル効いてますね。ちょっと。ほんまに、しっとりで、モイスチャライジングね。今日はバームじゃなくてね、これ使いますね。石鹸にマンゴーバター入ってたっつんで、マンゴーバター使います。これはね、アロマナチュラルズっていうところのね、マンゴーバターです。ピュアマンゴーバター、ね、マンゴーバターは常温ではね、こういう固形です。じゃあこういうのね、やっぱこういうサジ使って5ぐらいすくってね。ちょっとこれだと多いかもしれない。顔テッカテカになっちゃうかもしれない。マンゴーバターいいですよ、1個あると。でね、マンゴーバターっていうのはね、こう体温でね溶けるんですよ。だからちょっとね、こうやって手のひらでね、こう温めるとこうやって溶けるんで、これがいいんです。またね、これいい香りするんですよ、ここのアロマナチュラルズのね。これもね、あんまり余計なもの入ってないやつですね。最高ですね、これ。フルーティーなシェービングでした、今日は。マンゴーバターいいですね、この仕上げに使うの。うわ、気持ちいい。最高。いやー、いい。ああ、いいセリフだった今日は。気持ちよかった。わ、なんか今日ちょっと思いつきでバタバタっとちょっと組み合わせ考えたんですけどね、結構なんか絶妙にはまりましたね。いいですよ、これチゼルドフェイス。他にも結構いろんな香りあるんで、ちょっと僕も今度他のやつ買ってみようかな。とりあえずね、まあシトラスというかね、サンタポーラオレンジの香りのやつね、これとセットでね。でね、今日ちょっとあんまり紹介できなかったですけど、このゼニスのブラシね、ちょっと調べてみてください。これ結構いいですよ。値段の割にはね、ノットの、だからハンドルよりもね、ノット命みたいな。だからすごい値段の割には安いのにすごくいいノット使ってて、密度もしっかりしてる密度なんでね、そのあんまりメーカーとかそういうの気にしないで質のいいものを使いたい。で、まあ少しでも安いのって言ったらね、これゼニスのブラシおすすめですね。で、今日はスラントね、使いました。ダービープレミアムで。ああ、気持ちよかった。ノーレーザー版ですよ。全然。今日はどうでしょう、なんかシェービングの参考になりましたでしょうか。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ゴロでした。